渚橋口と平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚橋口とナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。イエーイ、割り本割り本、割り本ということにしたんですね。そうです、もう割り本でおなじみ、割り本でいきましょう。はいはいはい、6月7日、22時でございます。はい、割と本気です、略して割り本のお時間でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、ナレーターそして順風男女メンバーの平野と申します。はい、はい、そして脚本がやってます、はい、渚しぶじです。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、10回にねなりましたよ。なりましたね。6月ですね。なんかでもさ、もう、はいはい、とっくに暑いよね。もうね、暑いっす。本当にとっくに暑いよ。もう何なんすかね。ねえ、ねえ、大丈夫。もうちょっと雨降った方がいい。なんかよくさ、こういう話しない？なんかさ、はい、その、はい、あ、6月でこんなに暑いから、はいはいはい、8月すごく暑くなるんじゃないかっていう話と同時にさ、同時に本当はちょっとずつ暦ずれてんじゃねみたいな話にならない。なったことないから。ああ、はあ、例えどういうことですか。だから本当にだから365日じゃなかったわけ。計算がちょっとずつちょっとずつずれた結果、なるほどなるほど、だから昔で言うところの8月が今ぐらいな。ああ、なるほどね、なるほど、っていう話にならない。なるほど、ウルウド氏じゃもう調整しようできなかった。なるほどね、ずれずれで。あ、じゃあ合ってんだ今。そう、合ってんだ。我々がずれてる。そうそう、暦の方がずれてる。なるほどね、って思うことにしてんだ。そしたら8月がすごい涼しいさ、過ごしやすい季節が来そうな気分になる。ああ、なるほどなるほど、ね、それでいきましょうか。そういう新しいですね、そういう発想でいくことにしてんだ。いいですね、じゃないとやってらんないでしょ。やってらんないですよ、暑いですね。去年のさ、はいはいはい、夏がさ、はい、すっごい暑かったじゃない。暑かったっすね。あれがまた来んのかと思うと、いやー、もうちょっとね、乗り越えれる気しないっすね。俺だから、あの、お盆旅行しててさ、はいはいはい、あの、山陰の方をずっと車でね、ほうほう回ってたんだけど、おう、はい、もう、いや、嬉しいことなんだけど、うん、すっごいずっといい天気だったの。うん、ってことはずっと暑かったのよ、うんうんうん、もう後半ほとんど車降りなかったのいろんなとこ行ったのにもう、はい、見た見たっつって車の中から、はい、見ました。一番良くないさ、そのこなすこなすになっちゃってる旅行が本当つらかったんだよね。いやね、今年も夏が始まりますけれども、ねね、夏といえばですよ、はい、はい、サマーソングですね。サマーソング作りてぇな作りてぇな、サマーソング、サマーソング作りてぇ季節になってきたな。いや、俺と何さんといえばね、そうなんですよ、まあもうおなじみだと思いますけどね、まあ、作曲してるんですよね。作曲してるんですよね、我々ね、何度も何度も、はい、よく多彩だねなんて言われますけどね。ありがとうございます、まあ、多彩なんですよね我々ね。どうしてもねどうしてもこう季節が変わるとね、こう曲を作りたくなっちゃうなということで。でもサマーソングは作ったことない ね、 今ね、サマーソングないですね。ね、なんかネタに出てくるね。ちょっとさ、俺たちのさ、ラインナップに入れてもいいんじゃない、サマーソング。そろそろ。そうですね、うん、なんか常に上からなの気になってきてそのなぜかね。まあいいですけど、サマーソングの需要にも応えた方がいいんじゃない。そうですね、サマーソングをね作りたいということで、はい、なんと今日はですね、お、あの、たびたび来ていただいてるんですけども、はい、特別ゲストにね、お呼びしたいと思います。はい、この方です、どうぞ。イエイ、はい、ご紹介します。今日の、ゲストはですね、はい、スリーピースガールズバンド、はい、ザ・レッツゴーズのギターボーカルのココさんにお越しいただきました。はい、ココです。よろしくお願いします。ココちゃん。ありがとうございました。やっと来てくれた。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お断りします。何を何を帰ります。いやいや、見て。ちょっと気持ちはわかるんですけどね。やりづらいはわかるんですけど、よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。お願いします。はい、ザ・レッツゴーズのバンド、はいはいはい、人気バンドですけれども、はいはいはい、ココちゃんがいつも、はい、作曲をしてるんだよね。大体私が作ってます。すごい、聞きましたよ僕、うん、ありがとうございます、YouTube 聞かせていただきましてですね、めちゃめちゃかっこいいですね。嬉しい。ジャンルで言うと何なんですか、はい、ハードロックみたいなことなんですか。ロックです。ロック、パンクロック。パンクロック、はい、いやー素晴らしい。そうだから音楽のこと全然詳しくないけど、はいはいはい、素人が聞いてもロックだなって思う。そうそうそう、思いました。わかります、わかります、思っちゃいましたね。思っちゃいましたね、はい、正解。やったやった、天才。ありがとうございます。分かっちゃうんだよな、褒めて
伸ばされてるすでにありがとうございます。そんで、そんでなんですよ、はいはい、そんでそんで、実はね、ココちゃん、はい、俺たちね、はい、サマーソング作っちゃおうと思ってるわけ。聞いてましたよ。聞いてた聞いてましたよ、しっかり。どうよ、どうサマーソングって。サマーソング、うん、いいですよね。ザ・レッツゴーズにはサマーソングございますか。それがですね、はいはいはい、あるんです。あー、すごい。あったか、あったか、そうだったんですね。だから呼ばれたのかな。そうですね、いやいや、はい、サマーソングといえばレッツゴーズだな。そうなんです、ね、その名もサマーガールという、はい、あらららららいいですね、ぜひ YouTube でチェックしてください。そうですよね、まずは聞いてもらってね。あの、聞きましたよ、僕もそれ。お、ありがとうございます。あの、アイドルチックな MV でね。はい、あれはどこですか、あの海は。あれは湯河原です。湯河原なんだ。サマーガールだね。湯河原ですね。湯河原でしたか。はい、そうですね、いやサマーソング、どんな、なんか歌詞の内容とかどういう感じなんですか。これはですね、はい、私の場合まずそもそもなぜ作ろうと思ったかというと、サマーが、はいはい、当時ですね、うん、AKB48 の、はい、I want you, I need you、 ヘビーローテーション、はいはいはい、あれをなんかたまたま聴いて、はいはい、なんていい曲なんだと思いまして、おー、私もこういう曲が欲しいと思って作ったらあれができたというのが、なるほど。さっきね、散々ロックだねって言ってたけど、はいはいはい、確かにちょっと経路違うもんね、あれなんかね。そうですね、あれだけちょっとアイドルチックですね。そう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 、それはね、思ったの。なるほどなるほど、そうなんですね。まさかヘビロテがあれだったんですね。あ、そうなんですか。凪さんめちゃめちゃアイドル好きですからね。僕アイドル大好きですよ。あ、そうなんですか、知らなかったあ、そうなんですか。まあ、ちょっと待って、それを言い出すとね、はい、ロックを今からやろうみたいな時にちょっとおかしな感じがしますけど、ちょっとその話後ほど言って、後ほど言って飲みながらね、長くなるよ。あと中継がいなくなるかもしれないですけどね。え、ちなみに、はい、ココちゃんは、はい、曲線なの、いわゆる作る曲を作ってから歌詞をつけるのか、うん、あ、どっちもあります。あ、そうなんだ、はい、でも一番いいのは同時に出てくるやつですね。そうなんだ、という、まあ、だからどっちもやる人はそれはそうなんだよね、きっとね。そっか、じゃあさ、もうこれ本当にいきなり確信みたいになっちゃうけども、はい、サマーソング作ろうって漠然と思ってるけど、はい、サマーソングって何、はい、何ですかね。それなんですよ。ね、いや俺もさ、うん、ちょっと考えてみたけども、夏を、いや歌詞でね、うん、夏を歌ってたらいいのかっていうと、うん、結構そうでもないんじゃないかなと思って、ほうほうほう、思ってて、はい、なんかやっぱあの、なんだろうな、サウンド的な、うん、特徴の方がサマーソング感あるような気がしてるんだよね。ほー、勝手にね、はいはい、でだパッと思いついて、はいはいはい、例えば、うん、俺はサザン好きなんだけど、サザン、ね、サザン多いですよね。サザンはやっぱね、うん、夏といえばサザンって言うじゃない。でもサザンの中にもバラードもあったり、はい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 、ちょっとまああの、まあ、サザンロックが元々だけど、なんかでもいろんな音楽に結構桑田さんって、うん、ね、手出していろんなこと、うんうんうん、いろんな曲作ってるけど、うんうんうん、歌詞は割とまあ確かに夏を歌ってるけど、うんうんうん、全部が、うんうん、サマーソングな感じするかっていうと、なんかそうでもない気がするんだよね。まあ、サザンだからサマーな感じはするけど、はい、うん、あ、サザンが歌うからね、うん、あ、確かに確かに、あ、そうかそうか。え、ちなみに例えば、だ、俺が好きなので言うと、はいはい、例えば、はいはいはい、夏を諦めてってある。ほう。で、これまあ夏を諦めてだし、はいはい、あの情景も一応夏を描いてるんだけど、バラードなのよね、はいはいはい、で なんとなく晩夏、夏の終わりみたいなことを歌ってるけど、はいはいはい、サマーソングかって言われると、うんうんうん、なんかあんまそうでもないんじゃないかなっていう気はしてる。一方、一方、愛の言霊ってわかる？はい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 、あれって、はい、あのそんなにいいビートとかじゃないけど、うんうんうん、あと具体的になんか夏を歌ってるわけ、まあ一応夏を歌ってるのか、出てきますね。ね、でもなんかすごく俺サマーソングな気がするんだけど、夏っぽい、確かに分かります。夏の夜な感じするね。あ、なるほどね。だそれって何なんだっていうのを、結局まあちょっと今の段階で答えは出てないけど、はい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 、僕が、うん、いいですか、僕が、うん、僕がちょっと今日考え、
何だろうなと思って、うん、この撮るにあたって、うん、あのですね、性、あの心立身弁に生きるの、うん、セックスの方の、はい、セクシャルの、うんうん、にまつわるエトセトラじゃないかなと思って、ああ、なるほど、夏といえばやっぱ気温が上がるし、うんうんうん、テンション上がるし、うん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 、気温上がってテンション上がってこうビートってさ、本当に鼓動が速くなると、うん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 、やっぱこういろいろこう元気になってくるじゃないですか。僕はそこ、夏ってそれだなと僕は思うんですよ。だからリズムイコールリズムであり、そう歌詞でありかなと思っているんですよ。でもね、それちょっと、うんうん、ちょっとなるほどって今思った。あ、本当ですか。サザンは基本、うんうん、そっちの性の曲が多いのよ。なんとなくそれを、ね、うん、なんかね、なんか思わせるようなのが多くて、やっぱそういう時すごく夏っぽくって、うんうん、湘南っぽいなって俺思う。そうですね。そうかそうか。ココさんいかがですか。ね、そうそう、俺らばかりされちゃう。いつものことなんですか。夏もなんかそのいろんな夏があるわけで、うんうんうん、例えば日本の夏、おうおうおう、海外の夏、例えば夏しかない国もあるし、夏がすごく短い国もあるし、はいはい、しかも夏の中にも昼もある、うん、夜もある、うんうん、でも多分さっきの愛の言霊とかはやっぱ、あと私が好きな夏の曲でユーミンの真夏の夜の夢とか、はい、そういうちょっと暗い感じがするけど、夏の感じはやっぱ夏の夜の湿度が高くてちょっとエロい感じ、そういう夏もある。で、私のサマーガールとかさっきの自分の曲とか AKB のはやっぱドッピルマ、ドッピルマ、カンカン練りの海水浴、はいはいはい、海と、嘘、場所もなんですね。海分かりやすいけど、うん、まあ、川でもいいし、うん、山もある。なんかやっぱその夏のどこを切り取るかで、うん、やっぱり、うん、あらゆる夏があると思うんですよ。あらゆる夏があって、うん、あらゆる夏でもサマーソングだって思うってこと。そうですね、やっぱなんか共感するんでしょうね、うんうん、この夏、自分の夏の風景と。そうですね、例えばハワイアンって別にハワイってずっと常夏じゃないですか。だから別に何だろう、ハワイアンな曲を聴くとなんかハワイでしかないんだけど、うんうんうん、勝手に夏っぽくなるとか、確かに沖縄民謡とかも、沖縄なるなる、沖縄だって冬があるのに、うんうんうん、なんか夏って思うじゃないですか。本当だ。いやサンバとかもそうだもんね。そうですね。なるほどね。あ、そっか、要は自分の原風景じゃないけど、うん、夏でイメージするものとリンクした時にサマーソング感が出る。そうですね。あ、すごい。あれ、ちょっとこれ思いがけず高度な会話だった。あれ、いつもの感じと違うよ。そうですね、ぐだぐだ好きな話してるあれと違うよ。そしてまとまっている。おお、すごいですね。素晴らしい。それがミュージシャン。あ、すごいですね。それほどでも。え、ミュージシャン同士ってこんな話する？いや、しないです。しないよね。くだらない話しかしない。あ、でも確かにな。だからしないですもんね。あと我々コント、一応コントとか書いてますけど、うん、笑いってさってあんまりちょっと恥ずかしくない。でも嫌いじゃないけど、まあ、嫌いじゃないけど、そういう話嫌いじゃない。そうそう、嫌いじゃないけどね。そうです。ああ、そうなんですね。あ、そう、いや、いいこと聞きましたね、非常に、ね、ってことは本当にあれだよね、うん、書く人によって全然違うものが出来上がるってことだよね。そうですね、本当そうです、ね、おのれのサマーが、そうだ、おのれのサマーが、さてこそ。なるほどね。おのれごとのサマーを出さないと。なるほどね。ダメだぞということで、え、すっげえ寂しいサマーソングになったら恥ずかしいね。人生が浮き彫りになっちゃうね。そうかもしれないですね。でも一人ぼっち部屋の中みたいな言葉が外ではみんなが楽しそうだ、ね、みたいなね。夢でもいいですよ。そうだね。あ、願望ね。そうそうそう、なるほど。あ、夢でもいいですね。そうですね。あ、そうかそうか。でもちょっと妄想もあるよね。ありますね。そう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 、こうであってほしいみたいな。そう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 、だよな。そうですね。いや、とてもいい話がたくさん来ましたね。ありがとう、ありがたいことですね。今月は、ココさんをお呼びしまして、はい、もうたくさんお話を伺っていこうかなと思っております。はい、お断りします。はい、なんで？なんで？もうお断りいたします。ここまで。ノリノリで喋ってたから。ありがとうございます。何のヒントだったんですか？それではですね、はい、ココさんの方から告知があるということなので、はい、よろしくお願いします。はい。はい、あ、じゃあまず、キンキンで。キンキンで。はい、来月、7月10日、はい、納豆の日。
日にレッツゴーズの新しいアルバムが発売します。タイトルは、タイトル、ヘイボンチェリーと言います。はい、変なタイトル、はい、こんなことないです、ヘイボンチェリー。あ、そうですね、そうです、そうです、ボスでファンがいる。はい、はいはい、飛んで、はい、あ、いいですか、まだ行っちゃって、その、はい、と5日後、7月15日に、はい、千葉ルックにてレコ発のライブをします。行ってください。はい、行きましょうね。ぜひ行きましょう。よろしくお願いします。はい、あとはどうですか。はい、はい、ありがとうございます。では、たくさんね、いいヒントをいただきましたので、はい、じゃあ次回から本格的に曲を作って、グローの回に行きますか。はい、はい、それでは来週もお楽しみに。お楽しみ。ももさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。渚しぶちと平野健介の割と本気です。